はい、7時になりました。皆さんこんばんは。あ、それでね、これはこのままじゃいけませんね。準備中じゃないです、放送中でございます。こんばんは。こんばんは。もう早速出だしから、はい、はい、菊池先生のところとつなげてやっております。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。デジ狂犬ライブ第3回です。あ、パチ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 、はい、ありがとうございます。一体ユーストリームはどうな、あ、ツイッターの方はどうなってるのか全然わかんないですけど。ツイッターは今は何も反応がないですね。まだ反応なしですね。はい。まあ、ぼちぼちですからね、ゆるゆると始めていきたいと思います。はい、はい、そうですね。でも、どうなんだろう、みんな、ちょっと放送聞こえてるのかな。あのね、あ、パチパチ、ありがとうございます。パチパチパチと、向こうから。うん。はい。あ、でもちゃんとね、いい感じ。あ、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 いや、いい感じかな。あ、大丈夫ですよ。しっかり聞こえてますね。中になってるのはこのせいだね。はい、ユーストリームで、はい、いい感じです。はい、確かに聞こえてます。はい。こっち側一人でやらないといけないからこんがりになっちゃったんですけど。はい、それでは時間になりました。ゆるゆると始めていきたいと思いますが、はい、このデジ狂犬ライブはですね、みんなのデジタル教科書教育研究会、パチ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 、ありがとうございます。はい、すいません、デジタル娘が。はい、今日はちょっとちびっこも参加中ということで、はい、賑やかな出だしで。大人から子供まで。はい、大人から子供まで。本当どうですよね。こんな賑やかなスタートを期待してたんです。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、改めて、みんなのデジタル教科書教育研究会というですね、そういう会があるんですが、そこで、主催といいますか、やっている、まあ、ユーストリーム番組、実は今回が第3回目ということです。だいぶ久しぶりなんですけれども、はい、お、そうですね。あ、これは、誰かからまた、お、保留通話。あ、そうだ、こんばんは。あ、ちょっと菊池先生、保留中で。これは何さんかな？小林と申します。あ、小林さん、こんばんは。ありがとうございます。ちょっとね、どうすればいいのかな、これは。ちょっと今ですね、はい、ホテルではなくて外部のところから今一旦ちょっとテストで今。あら、そうなんですか、ありがとうございます。ちょっとしたらまた連絡しますので。はい、ありがとうございます。連絡します。はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。やってます。はい、失礼します。はい、お、保留中の、あ、菊先生。はい、こんにちは。あ、すいません、はい、かかってくると保留中になるんですね、僕初めて。そうですね。ごめんなさい、はい、多分会議通話が今回はできるんじゃないかとちょっと期待はしてるんですけども。そうなんですか。はい、はい、ちょっとまた何人かの人が来たらやってみたいと思います。はい、というわけで、賑やかで、賑やかな雰囲気で始まってるんですけども、はい、すみません、こんにちは。皆さん、最初に今、登場していただいているのが、菊池先生です。はい、こんにちは。こんにちは。東京の、はい、小学校です。はい、はい、小学校の先生をされているということですね。はい。で、先ほどちょっと途中で、来ていただいたのが、小林さんでした。はい。出先でスカイプかけてくれたということで、菊池先生、ちょっと切れちゃったけど、なかなかスカイプは難しいです。はい。小林さんも、またちょっと落ち着いたところからでね、スカイプかけてくれるということですよね。また後で、おつなぎしてみたいと思います。はい。まあ、そんな感じで、今回はですね、こんな感じで、カメラも2台用意しまして、まあ、たまに気がついたら切り替えようという感じです。お、はい。電話がやってきました。あ、すいません。すいません。いえいえ。消えてしまいましたね。消えてましたね。まあ、スカイプってこんなこともありますので、はい、そうですね、まあ。ゆるゆるとやってみたいと思いますけど。はい。はい、なかなか皆さんもお家からかけられたりとかするときとか、通話がね、うまくいくかという問題もありますが、ね、まあ、回線とかもろもろがありますので、ええ、切れたりしても、まあ、うん、OK ということでいきましょうか。はい、はい、もうのんびりゆっくりやっていきますので、はい、そうですね。さて、あ、ごめんなさい。で、まあ、一体この番組は何なのかっていうことなんですけど、はい、改めてですね、あ、コマドイ、あ、ツイッターもちょっと反応が来ましたよ。こんばんはということでね。はい、あ、
うすずみさんですね。僕うすずみさんはとても珍しい名字なのでとても印象的なんですけどね、ありがとうございます。いつも今回は小窓がつきましたすいません、私の見栄えの良くない顔がずっと出ることになりますが、まあ、たまにこう遠目の切り替えもね、して、こんな感じで、まあ、少しはねごまかしが効くと思いますのではい、はい、どこまでやってるんだけど、この番組は、先ほどから繰り返しておりますが、みんなのデジタル教科書教育研究会というデジタル教科書に関心を持った皆さんと集った会があります。そこでの、まあ、そこでみんなでやってみようというユーストリーム放送です。この番組ではですね、何を扱うかと言いますと、まさにデジタル教科書という今いろんな意味で話題になっているものがあるんですが、まあ、それについてのいろんな話をしていこう。そして、そのデジタル教科書にまつわっていろいろ私たち活動をしているんですが、仲間内でもいろいろと活動に関わってたり関わってなかったりとかで事情がよく分かんなかったりすることがあるので、そういうのを、やってる人からまたいろいろ聞いてみたりとか情報を共有してみようというそういう、まあ、番組になります。でそれで外部のね、会員にまだ入会されてないっていう皆さんに も楽しんでいただきたいと思いますので、まあ、そんな、いろんな取り組みのご紹介と、まあ、本当にざっくばらんに、デジタル教科書とか、学校の教育が情報化するっていう話題が今進行中ですの でそれ関連の話題いろいろと お話をしていこうかなというふうに思います。そうだ、はい、菊池先生、はいはい、ちょうど告知がありますよね。なんか最近、書き込みをされていたんですけども、はい、そうですね、はい、ちょっとまあ繰り返し告知していただきたいと思いますが、はい、まず一発目ちょっとご紹介いただけますか。はい、はい、ですね、クレットというですね、はい、NPO 法人がありまして、クレット、はい、こちらの方はですね、まあインターネットの方でもですね、CRET というふうに、CRET、入れていただくと、はい、クレット教育テスト研究センターというふうにですね、教育のテストですか、はい、教育テスト研究センターというふうに、はい、いう本当だ、出ました、はい、組織なんですけども、はい、こちらの方のですね、基盤研究部門というのがありまして、はい、こちらの方の、講演会ということで、10月の、18日ですね、18日の月曜日の、はい、6時から東京のですね、新宿のオペラシティの、はい、方でですね、韓国の、キムシミン先生という方をお呼びしまして、韓国の、デジタル教科書の今のですね、実際の事情について、はい、講演していただこうということで、はい、そういう企画をやる予定ですので、こちらの方ですね、残念ながらですね、はい、クレット、こちらのコンピューター教育センターの方にはホームページの方には載ってなくてですね、これそうですね、これホームページはないですね、はい、はい、デジタル教科書、研究会ですね、みんなのデジタル教科書研究会の方の、掲示板の方に投稿したのと、それからですね、私の方のツイッターの方ですね、アットマーク、菊池秀文というふうな方ですね、こちらの方で、まあ後でまた投稿しますけれども、はい、こちらの方で今アナウンスしてるんですが、24名限定で、講演会を開きたいと思ってますので、あ、意外と少なかったんですね、はい、ただ、はい、まだですね、はい、席の方余裕がありますので、うん、そうですか、ぜひ関心がある方はですね、はい、ご参加いただきたいと思いますの で、うん、はい、参加を希望されている方は、菊池宛てですね、私の方にメールをしていただければというふうに思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。わかりました、
ット、クレットというね、組織が一応主催しているという韓国のデジタル教科書の事情について、はい、その現地のね先生が、お話をしていただけるということです。貴重な機会ですから、ぜひね。そうですね。はい、あの月曜日でね、18日。そうですね。平日で、しかも東京で、うん、いや東京はまあね。まあ、それは東京が、まあ、一番便利なんですけどもね、なかなかね、あの平日授業があると飛んでいけないっていうね。そうですね。なのでぜひですね、実際のその講演で内容に関してはレポートしたいと思ってますので。ありがとうございます。そうしていただけると助かりますけどね。はい、はい、というわけでデジタル教科書韓国ものすごい、まあ、進んでるっていう話題がそうです ね、はい、言われてますけどね。はい、ちょうど先生は、はいはい、聞かれてますか、何か。ですね、私も今回の講演で聞くのが初めてなので、うん、実際ですね、本当どういう形で、うん、教室に本当設置されているのかとかから、どういう授業で使われているかっていうことですね。そういうことをいろいろ聞いてみたいと思いますね。なるほど、そうですか。まあ、なんだろう、年号的に2013年、までにはもう、あ、そうか、韓国は来年はもう CD ロムでなんかやっちゃうとかいう、ね、そうですね、もう早く、はい、そうですね、なんかもうたくさん年号が飛び交うのでどれが出たか分かんないんですけどそうですね、多分一番早いのは韓国なのかな。ただもう日本よりもね先駆けてということですので、うん、そうですね、まあ韓国の事情が分かれば、どんなことがやれるのかっていうことも分かるかと思いますし、うん、はい、まあ、いろいろと課題面も見えてくるので、うん、より、日本としてどういうふうにやっていくべきかっていうことが見えてくるかなというふうにも思いますよね。何ちんと変わってるの。すいませんね、ちょっと周りの子で子供たちがですね、いろいろやってるんですが、いいえ、いいです、にぎやかでいいんですけど、こ、そうですね、こちらもね、中です、ね、あ、そう、開けてるから、よいしょ、はい、なんだろう、まあ、諸外国みんなかなりいろいろとデジタル教科書についての盛り上がりがね、はい、かなり来ていますけれども、はい、これ菊池先生、例えばちょっと、まあ僕らもちょっと初歩に戻ってというか、はい、改めてこの状況になったきっかけみたいなものをちょっと振り返ってみたいんですけど。そうですね、菊池先生、はい、どのあたりでどんな感じでこんな風になったかって見られてます？やはり、まあ、一番大きなデジタル教科書に行った時の話題として大きかったのは、うん、iPad が発売になった時の件でしょうね。うん、 iPad 今年でしたね、まだね、発表したのがね。そうですね、うん、ちょうど iPad で盛り上がって電子書籍というものにこうスポットが浴びた時ですね、うん、でそれに関する私もですね、それに関して電子書籍ということで、はい、いろいろネットで情報を見ていたら、そこで、出てきたのが電子教科書っていう、うん、その話題だったんですね。なるほど。うん、で、電子教科書の話題が、まあ、電子書籍の iPad の時と同じようにしてですね、まあ、盛り上がりを見せてきて、うん、で、まあ、ただ私が大体その情報に触れたのがその頃、ん？ちょっと途絶えかけてたな、うん、まあ、ちょっと iPad が出た頃にね、電子教科書、デジタル教科書、切れてしまいましたちょうど皆さんにも画面が見れますかね。ちょっと Windows のね、接続が切れましたっていう、ね、暗くなっちゃうんですけど。いいですね、これ。一応今の事情が皆さんにも伝わるので、今回ちょっとだいぶ気楽な、私が自分で、いちいち説明しなくても、こう、窓を見ていただければと思いますし。あ、来ました、来ました。よいしょ。あ、すいません。いえ。ありがとうございます。また切れてしまいましたね。どこまで話した状態で切れてしまいましたかね。iPad
ートを見た頃と発表した頃に、まあ、そのデジタル教科書あたりの事情を知ったというような、そうですね、そんな感じじゃなかったと思います。はい、で、ただあれですね、あの日本でそのような感じに、iPad に関してあの話題が盛り上がっている前からですね、外国の方では動きがあったから、はい、うん、今ですね、韓国とか他の国ですね、うん、の方では議論が進んでるんだと思うんですよね。あ、ええ、あ、ちなみに林先生の方はいつ頃電子教科書というのは、はい、あ、そうですね、電子教科書自体は実は僕はそもそもそういうものに関心があったので、はい、まあ、一応以前からなんかぼんやり考えてはいたんですけど、でもやっぱりこういう動きになったっていうのは、先生と同じで、iPad が出て、こういう盛り上がりが出てきたっていうところですね。はい、まあ、もうちょっと早くっていう意味では、Kindle という洋書のね、はい、世界では、Amazon すでに、はい、はい、電子書籍が出てましたから、ええ、なんかまあこうね、電子出版とか、こんないろんな本が今出てますけども、Kindle とか iPad とかね、こういったものが出始めて、はい、アメリカの方とかはやっぱりもう早くもテキストブック、教科書を、はい、こういった Kindle で持ち歩ければということは早くから話題になってますから、ええ、そのあたりの流れも、まあ、日本に影響しつつっていう感じかなっていう気がします。そうですね、うん、まあそれで実際にはあれですね、DIT ですね、はい、DITT、DIT って何ですか。あれですね、こちらの方正式名称ちょっと待ってくださいね、はい、正式名称は DITT も検索すれば出てきそうですかね。 DITT がそうですね、デジタル教科書教材協議会、デジタル教科書教材協議会ですね、はい、こちらの方が設立されたっていうのが、設立総会があれでしたかね、7月にありまして、うん、団体、それあれですよね、また教科書、デジタル教科書に関するその企業の団体みたいなね、はい、ソフトバンクの孫社長であったりとか、はい、あと、まあ、例えばマイクロソフトであったりとかですね、うん、結構名だたる企業が、まあ、中心になってですね、デジタル教科書についての、はい、協議会を設立したっていうのが7月にあった動きですね、うん、でこれが一つ大きな、まあ、日本のいろんなマスコミ関係で、取り上げられた大きな、出来事だったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、その今おっしゃられた孫社長が、まあ、ちょっと違う文脈なんだけど、こう割とそのデジタル教科書の可能性というか必要性みたいな、そういうものを非常に強く訴えた時期でありましたよね、そうですね、うん、かなりツイッターとかでもですね、うん、その辺が話題になったりとかしましたね、うん、あともう一つとしては、今は変わられましたけど原口総務大臣がですね、はい、こちらの方の政策的なところですね、うん、で、あれですね、フューチャースクールの流れもありますね、はいはい、でフューチャースクールに関しては林先生の方が関わられているのでフューチャースクールに関してはちょっと林先生の方からご説明いただきます。そうですね、総務省が、はい、やっぱり未来の教育ということで、なんだろうな、まあダイレクトに言っちゃうと光の道とかの議論があった中で、学校も、インターネット、まあ、クラウド環境につながっていくべきだっていう、そういう方向性が多分未来にあるだろうっていうことで、そういうフィーチャースクールという、まあ、実験事業ですかね、それを始めたんですよね。
そうですね、うん、でちょうどなのでその辺のこうフューチャースクールの流れと、はい、それから、電子書籍の流れとそれから、まあ、企業のですね、はい、そういうこう日本の教育をこれから、まあ、未来に向けてどう変えたらいいかこう変えていきたいっていうその辺の、流れがちょうど今年ですね、うん全部がこううまく重なったっていう感じでそれで盛り上がりを見せたっていう感じですね、うん、それが電子教科書っていう形に今集約してるっていう感じでしょうかね。もしかしその話がその起こってから本当にあんまり時間が経ってないっていうか。そうですね、でも流れというのはね、パパパパパッとこう、うん、みんなやっぱり世の中動くときは一斉に動くっていう感じですねまるで、明治維新の頃の日本のようにっていうふうに例えられてる方もいらっしゃいますけどね。まあ、とにかく目まぐるしくこの本当に、まあ、去年あたりからその先ほど名前が出ていた前総務大臣の原口さんが、はい、まあ、原口ビジョンっていうものを出して、その中で非常にいろいろな光の道要するに通信網を非常にいろんなところにつなげてクラウド環境、まあ未来のこう情報基盤みたいなもので社会を作っていくっていうその中の一つとして学校もありそして、ええ、そこであそこの数字は2015年だったかなデジタル教科書デジタル教科書って確かデジタル教科書っていう評価で表現でしたよね。ええ、そうですね。一人一台というような言葉もあったという、はい、そこからまあおーという感じでいろんな話が展開してたっていう感じですね。はい、まあ、そういう流れでですね、そういう流れの一つの中にうちのこのみんなのデジタル教科書、うん研究会っていうのも一つの流れの中でできたものかなっていうふうに思います ね、はいはい、でこちらの方もあれですね、はい、こういうふうにユーストリームの形であったりとか、はい、それから、まあ、掲示板の形であったりとか、はい、また実際にですね、まあ、私と林先生もそうなんですけども実際にこの中で、はい、会員も増えて実際のこう、うん、対面でのですね現実での、はい、交流というのも始まってきてて、うん、なかなかここ数ヶ月の間に、はい、さらにこういろんな動きが活発になってきてる感じですね。本当ですね。なんか本当に物事が変わるときはもう本当に急っていう感じですけども、はい、この会のですねことについては、まさに会の発起人でありますね片山さんにも、はい、ね、久しぶりに、出てきていただきたい感じなんですけども、はい、お聞きになってるから、今つながってるんですか。つながってるのかな、スカイプは立ち上がってるのが見えるんですけど僕からは、じゃあぜひですね片山さんに呼び出してみましょうか。ちょっと、はい、じゃあ菊先生ちょっとそのままでいて会議通話ができるかな。できますかね。はい、追加。はい。ちょっとごめんなさい。切断。間違えた。よいしょ。キャンセル、されて。よいしょ。これなかなかね、会議追加。はい。と電話をかけている。あ、今こちらの方にちゃんと片山さんの名前が出ましたね。あ、これが会議通話ってやつですね、はい。片山さんが出てくれると、あれなんだけど。あ、まあ、ちょっと準備がね、整ってなってるかもしれないので、いきなりかっていう感じですけど。食事中かもしれない、ね。そうですよね、この時間ね、ちょっと余裕を持って、食事してたら、ごめん、あれですね、食事かもしれないですね、本当にね。食べながらね、一生懸命口の中のものを飲み込んで寝なきゃいけないかもしれない。ちょっとまた後にしましょうかね。さあじゃあちょっと。あら、これは電話を切るにはどうすればいいんだろう。
出るまで、あれなのかな。もしもし、あ、これは呼び出し、あ、切れちゃったのか。はい。あ、キクスさんとも切れちゃいました。ごめんなさい。いろいろやろうと思ったら、お二人とも切れちゃいましたけども。はい。あ、なんかまあゆるゆるとスタートして、おりますのでね。今こんな感じでありますが、今、デジ教研ライブ、みんなのデジタル教科書教育研究会のユーストリームを貼っています。ゆるゆると始まってます。